やあ、刹那圭介だよ。幻想乙女のおかしな隠れ家。もういい加減コインが欲しいんですけど。コインを欲しいんですけど、ギャンブルしたいんでコイン欲しいんですけど。パーン。まあ、しゃあない。あんだけ探してないんだったら多分ないんだろうな、今のところ。とりあえず、前回のパートを一段落、今日の日が、一日が一段落したみたいなんで寝るんやけど、その前にこっちチェックです。明日金曜日は何の日やねん。病気が悪くなる。まずその病気が何なのかは未だによく分かってないからな。分からんよ、病気だって。みんなが何の病気発症しとるか、アンジがギャンブル中毒発症しとるぐらいしか分からん。おやすみなさい。なんか沈黙が長く続くな。うん、声なんか聞こえてくるやん。ポケモンの電気タイプの、それこそレアコイルあたりの声っぽいんが聞こえてくるけど、なんなの俺、なんかC 近接あたり行きとんか。 C 近接、近接シティの近くにある C 近接来とんかな俺。あ、なんか殺された、殺された。美しかったダレンは最初に、旅に出る子も無慈悲なあいつに殺された。ん、旅に出る子ってなんか昨日のパーティーの時に言おったな。妖精が加える時に旅に出る子もが加え、今日食べられるのは旅に出る子みたいなこと言おったな。食べるって殺されるっていう表現だったんかな。次に狼が食らうのは、次に殺される子は誰？今の話で推測したらさ、アンジェが狼で、狼ってことにあるよな。アンジェ狼、人狼だったん？ねえ、シンシア。君もあいつに食べられたんだろ？私は、まさか食べられたけん、あんなチーブーって取ったりするんか？そういうことなん？一夜でゾンビキャラに転向したってはそういう意味だったん。でも私のアンジェにそうされるなら私もゾンビキャラになるわって本望だったんじゃ。アンジェにやられるんだったら本望だったんじゃ。そんな感じで金曜日が始まります。何これ、なんか変な感じになってますけど、うわー、ああいつベッドから落ちて目覚めた感じのパターンで叫び始めたぞ。あとね、さっき何か聞こえたような、あの声はベル？ベル大丈夫かしら。ベルが大丈夫かしらの前にさ、この部屋になんか変な煙が渦巻いとるけど、なんなん？病気って言おったけど、まさかウイルスじゃないだろうなこれ。ウイルス的にはバイオハザード的なのが始まっとんちゃうんか。アンブレラ社がもうやらかしたんちゃうんか。みんなおらん。妖精みんなおらんぞ。どうしたベル？わあ、ベルがもう獲物を狙う狼のような目になってる。お前確かに狩人とか言おったような気がするけどさ、本当に狩人みたいな目になってるんじゃないよ。危なっかしいな。ベル、どうしたの？今にも人殺しそうな目になってるもん。アンジェ、アンジェなのか。そうよベル、さっきの悲鳴ベルが？ああ、なんでもないんだ。ちょっとそこでね、見間違いをしちゃってさ。ベル、お前右のソファーから落ちて起きたことをさ、隠そうとちょっと必死にごまかしそうだろお前。見間違い？そう、そうなんだよ。だからアンジーは気にしなくていいんだ。そうなの？絶対何かある。お前裏で何かやってるんちゃうんか。アンジが寝とる間に何かやっとるだろお前。薬の研究かお前。このウイルスはお前の仕業か。うん、だからさ、僕は大丈夫だから。絶対怪しい。お前ウェスカーあたりになんかウイルスの研究とか任されとるだろお前。分かったわ。アンブレラと繋がっとんじゃんかベル。そんな気がしてたな。
よっしゃ、なんかわからんけど、すごいやばいことになってることは確かだ。お、みんな、おらんかったのにどうしたん、みんな。お前なんか知能量増えてない？気のせいかな。なんか知能量増えとる気がするんやけど。うん。ゾンビキャラに磨きをかけ始めとんだ、お前。そこにいたのね、私のアンジェ。キャーシンシア。ん？アンジェ様、おはようございます。うふふ。ん？今日も素敵な朝だよね、あはは。ええ、本当にね。今日もいい日になりますように。お前らいい日になりますようにっていう夜人間の見た目じゃないぞ。なんかみんな凶暴かつうかさ、なんかやばいわ。なあお前、吸血鬼がやってきた。僕ら殺しにやってきた。あははわ、やられる前にやらないと。えへへ、やばい、みんな凶暴化し始めとんやけど、お前どう思う？お前マイペースやな。お前みんながやばいことになってるのに、お前マイペースやな。しかもお前いつも通りのお前やないか。ウイルスの影響を受けてない。お前体の中に抵抗体があるんちゃうか、お前。マジか。みんなが凶暴化し始めたぞ。大丈夫な？なあ。あ、そういや、交換してなかったな、お菓子。プレッツェルとチーズがあるんじゃ。てか、プレッツェル。え、プレッツェルってあ、そうか、もらったんじゃ、アンジェも。ベルに渡しながらさ、はい、アンジェの分みたいな感じで渡せられたけん、こんなもっとんじゃ。そうか。で、渡れて、ピースが一つ増えて、結局ピースまだ半分も集まってないという現状やけんな。集まったら何なんかっていうわけやけど。わからんけど、みんなが凶暴化し始めたんやけど、お前どう思う？お前は普通か。よかった。ベル、お前本当にお前アンブレラと繋がったんちゃうんだろうな。ベル、何かあったの？例えばウイルスの研究で失敗したとかさ。何が？さっきからなんだか様子がおかしい気がするんだけど。もうアンジェ以外の全てがおかしいわ。一体何が？はあ？え、ベル？性格変わってますけど。え？誰の様子がおかしいだって？えっと。いや、ベル反抗期になってますやん。いや確かにベル15歳だったな、確か設定。反抗期としてはまあ大体そんな感じの時期じゃないんかな。反抗期起きてるやんベル。ほんと、いえ、あのベルがこんな感じになってるけん反抗期やん。別にどこもおかしくないよ。変なのはアンジの方だろ。そう。これからベルは朝食を食べない日が続くんだろうな。ベル、大丈夫？お姉さんキャラのアンジェとしては心配だ。だから、大丈夫って何が？その、ずいぶん疲れてるように見えるから。多分朝食抜きまくっとうけんじゃ。ねえ、ベル、私に何かできることない？お？音楽。え？僕、音楽が聴きたいな。反抗期の理由、それか。お前なんか音楽に見せられたんか、お前。なんなん、ロックとかそういうバンプ、そういうビジュアル系か。そういう見てちょっと憧れ始めたんか。ちょっとツンツンしとったんは、それが影響か、お前。なんかお前音楽間違っとる気がする。方向性間違っとる気がするけど、まあよかった。多分、よかったわ。多分な。音楽ね。わかったわ。よかった。最後の最後に、ベルのいつもの表情が見えたよ。音楽か。ねえ、アンジェ。ん？今何か声が聞こえたような。ヒヒ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 。お前もか。
お前も凶暴化してるのか、お前。やばい。このティーウィルスの、ティーウィルスが漏れとるのも防がんかったら、やばいぞ。どうやって防ぐかわからんけど、アンジェ、ウイルスの知識なんかないけん。お？この中に何かあるかしら？あれ？南京錠がかかってるわ。あ、3桁。絶対この中になんか音楽関係のラジオとかあるんちゃうんか。怖いかけのラジオとかあるんちゃうんか。あ、なんか光っとんねこれよ、みたいな。タンス。お、メモ。彼のものの年齢をここに記す。はははは、これ一瞬でわかったわ。これあれだろ。城の部分を見てくださいのやつだろ。214ってあるもん、これ。簡単すぎるわ。簡単すぎるわ、もう。パッと見て5秒ぐらいでわかったわ。よっしゃ、3桁。はよう。はよう、ベル。ベルに打って、あ、間違えた。間違えた。なんで俺決定機押したんや。最後の1桁4じゃ。焦るな、俺。焦るな、俺。開いた。よっしゃ、開いた。何が出てくるん？オルゴール。これ。懐かしいわ。昔ベルトを渡してよく聞いたオルゴールね。懐かしのやつ。早速持っていきましょう。これだったらベルの心の中の闇を浄化することができるかもしれん。反抗期、反抗期なんか知らんけど。ベル、見てこれ、オルゴールよ。本当だ。これ昔よく聞いてたやつだよね。どんな曲聴いとったん？ちょっと耳に響くな。なんか耳に響くな、なんか変な音をする。これ古い剣か。耳が痛いわ。ベル、変なの聞かせてごめんね。うんうん、嬉しいよアンジェ。ありがとう。これ俺だよ。ショートブレッド。お前のポケットの中何でもお菓子あるな、お前。四次元ポケットなん、ドラえもんなん、お前。お菓子好きなドラえもん。それならよかったわ。でもこれどうにかならないかしら。耳障り、僕に任せて。お？お、透き通るような音楽になった。うん、治ったかな。まあ本当だわ、よかった、ありがとう。すげえな、ベル。オルゴール治す知識とかあんの？ベル、お前、昨日までの一大キャラだったらお前もどこ行ったん？反抗期過ぎて、お前、一つ成長したな。素晴らしい。これだから、成長期の人間の成長ぶりってんはすごいよな。懐かしいな。これ、僕の母さんが持ってたものなんだ。そうだったの。ベルのお母さん、あんまりよく覚えてないけど、優しい人だった気がするわ。ポン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 。ポン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 。僕もあまり覚えてないよ。でもそうだね。ねえアンジェ、どうしたん？アンブレラとつながっておったことをそろそろ白状する気になった？母さんはどうして僕の家に嫁いだって読む、これいたんだろう。あんなの、あんなめんどくさい家に。めんどくさい家ってなんなが。もう、入り口入るときになんか合言葉をいちいち言わんかったらあかんとか、そういう家な、めんどくさい家って。どんな家なんだろう。きっと病気になったのだって、そのせいだよ。理由？今の言うた病気って、病気がひどくなりっていうの病気なんかな。どうなんだろう。そんなのもちろん、ベルのお父さんのことが好きだったからよ。たとえ家がめんどくさくたって関係ないって思ったのよ。そうなのかな。でも僕は父さんが嫌いだ。父さんだけじゃなくて。ベル。え？ベル覚えてる？昔ベルが強くなるためにはどうすればいいか私に聞いたこと。女の子に聞くの？強くなる方法。男の子が女の子に聞くかな。どんだけアンジェ昔強かったんや。男の子をいっぺんに懲らしめたりそんなことできよったんかな。
わあ、暴力女のアンジだみたいなことね、言われなかったかな、近所の子供に。意外な過去。ねえ、アンジちゃん、強くなるためにはどうしたらいいのかな。ベルは強くなりたいの？うん。そうね。強くなるためには、とりあえず、親がお金持ちってことが重要よね。そしたら、お金を出せば何でも解決する、そういう強さが、私は、強いと思うな。ベルは覚えてない？ベルのお母さんが言ってたんだけどね。本当に強い人っていうのは、自分の進むべき道を自分で見つけることができる人のことなんだって。はあ。いいこと言うな。そうして自分と自分の選んだ道を最後まで信じることができる人のことなんだって。そうか。じゃあ俺こういうさ、すごい荒いボケを入れ込んでいっきょけどさ、俺が見つけた道やけん、このままのスタイルで実況していいってことやな。そうやな。じゃあこれからも視聴者さん、俺の実況、このスタイルが好きな人だけこの動画を見てくださいねっていう、そういう動画にしていこう。オッケー、わかったわ。ベルのお母さんか。お父さんちゃんは。だから、ベル、強くなりたいなら、どうすればいいか私に聞いてちゃダメ。ちゃんと自分で考えなさい。おう。うん。アンジちゃん。わかったよ。本当の、お姉さんと弟みたいな感じの関係やな。素直でよろしい。まあ、ベルが大人になるなんて、まだまだ無理ね。あと20年は待たなきゃ。そんなことないよ。僕だってあと5年もすれば大きくなるんだから。アンジちゃんのことだって抜かせるんだからね。あら、そうかしらね。せいぜい頑張りなよ。よしよし。今なぜられても嬉しくないよ。その時言った言葉を教えてくれたのはね、ベルのお母さんなのよ。その時言ってたの。ベルのお父さんはとっても強い人だって。だからベルのお母さんはベルのお父さんが大好きなんだって。ベルのお父さん強い。どんな人だったんだろう、ベルのお父さん。ポン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 。強い人か。きっとね、ベルのお父さんが厳しく見えるのはお父さんなりにベルが進むべき道を見つけさせようとしてくれるからなのよ。ああ。皮肉だな。アンジにそんなこと言われなきゃならないなんて。ちょっとお前、反抗期過ぎたと思ったのにまた反抗期来たよ。第二次反抗期だよ。なんでそんな目つきになるかな。なによ。人がせっかく慰めてあげようと思ったのに、もういいわよ。反抗期の子供って複雑だな。今のでクリアでいいのかなあ、アンジュ。違う。あれは、じゃあ。ああアンジュは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 アンジュ作者さん、バグ入れてるのをやめてくれ。あ、もう止まった、よかった。ベルが反抗期すぎてゲームまで反抗的になり始めたんじゃないか。お前、ウイルス作るって言ったけどさ、感染するって、パソコンの方のウイルスだった、お前。そういうタイプだった、お前。わぁ、ベルの、ここの奥坂の闇が、見えて気がする。というわけで、みんな、こんな反抗期にはなるなよ。親孝行しろよ。じゃあな、仕上げ。反抗期ってものはここまで人を変えてしまうのか。ベル、お前そんなキャラじゃなかったやろ。家庭環境が悪くなかったら、ここまで反抗期にならんやろ。一体家庭の何が原因なんや。あー、心当たり一つあるわー。